皆さんこんにちは、元コーチ D です。今日はですね、NFL 全地区全チームの振り返り動画、AFC の南地区を特集したいと思います。この地区はですね、所属チームはタイタンズ、コルツ、ジャガーズ、テキサンズの4チームです。それではまずタイタンズからですね。タイタンズ見てもらうと分かる通り、青いラインが勝ち星のラインですね。ずーっと9勝をキープして、2020年はなんと11勝を挙げています。実は過去ちょっとずつ振り返ると、2016年、この年は地区2位になってるんですけど、実はプレーオフで進出していなかったんですね。で、翌17年、なんと得失点差マイナスなんですけど、ワイルドカードプレーオフに進出をしています。で、しかもワイルドカードプレーオフの初戦ですね、チーフスを破ってるんですけど、残念ながら次の試合でペイトリオツに敗戦をしています。で、ここでヘッドコーチがマイク・ブレーベルコーチへ交代していますね。そして2018年、この年もずっと9勝してるんですけど、残念ながら最終戦で負けてしまってプレーオフは逃しているようです。また19年ですね、この年から一気に得失点差、上がってるように見えますよね。この年はですね、実は、クォーターバックがマリオタからタネヒルへ、交代をしています。で、ワイルドカードプレーオフで、なんとこの年、トム・ブレイディ最終年となったニューイングランド・ペイトリオッツに勝って、なんと2戦目ですね、第1シードで上がってきたレイブンズも破って、AFC チャンピオンシップゲームまで、進出をしています。残念ながら AFC チャンピオンシップゲームでチーフスに負けてしまってシーズンエンドとなってますね。で、2020年、この年にマリオタがレーダース移籍をしています。で、なんといってもですね、ランニングバック、もう大エースですね、デレック・ヘンリー選手が史上8人目の年間2000ヤードラッシュを達成。11勝5敗で地区優勝を果たしています。ただ、プレーオフ初戦ではレイブンズに敗戦をしてしまってるんですね。で、今シーズンここまで、ウィーク10までですでに8勝を挙げていて、でなおかつ得失点差もプラスに来ていると。ヘンリー選手のね、怪我がちょっと気になるところではあるんですけれども、非常に好調な時期が続いているというタイタンズですね。得失点差もここまででリーグ全体で7位と非常に好調な数字になっています。はい、続いてコルツです。なんかパッと見、得失点差は乱高下してますね。過去振り返ると、2015年、16年は連続でプレーオフ進出を逃しています。で、明けた17年1月にグリグソン GM が解雇、シーズンも負け越してしまって、ヘッドコーチも解任をされています。で、翌18年ですね、一気に得失点差も改善して、この年はワイルドカードでプレーオフに進出をしています。残念ながらプレーオフ初戦でチーフスに敗戦をしてシーズンエンド。で、明けた19年ですね、プレシーズン中にクォーターバックラックが引退を発表しました。最終的にこの年もプレーオフ進出は逃しています。で、なんとですね、このシーズン後にクォーターバックリバースがチャージャーズから移籍。20年はワイルドカードプレーオフ進出をしているんですが、残念ながら初戦で敗退をしてしまいます。そしてこの年限りで、チャージャーズから移籍してきたリバースが引退というふうになっています。2021年、ここまでで、ウィーク10までですでに5勝を挙げています。得失点差もプラスになっていて、これ実はリーグ全体で9位の成績なので、決して悪い位置にいるわけじゃないなというのが印象ですね。続いて紹介するのはジャガーズです。ジャガーズですね、まず過去振り返っていくと、2016年シーズン、年間3勝しかできず、総得失点差もマイナスなんですが、この年開幕9連敗でヘッドコーチが解雇されてしまいます。ただし2017年、これ一気に得失点差もプラスで、勝ち星も10勝になりまして、なんとこの地区で18年ぶりの地区優勝を果たしています。で、当然のようにプレーオフに進出して、なんとビルズ、それからスティーラーズにプレーオフで勝ったんですが、ニューイングランド・ペイトリオッツに AFC チャンピオンシップゲームで敗退をしてしまいます。で、急激に成績が改善したんですが、その翌年2018年はなんと地区最下位へ転落してしまいます。で、翌2019年ですね、過去にスーパーボウルで MVP を受賞したニック・フォールズ選手を獲得しています。が、なんと開幕戦で骨折をしてしまって、最終的には2年連続で地区最下位というふうになってしまいます。で、翌2020年ですね、ニック・フォールズを放出して、2020年シーズン10敗目の段階で GM が解雇されています。最終的にはシーズン1勝で地区最下位、リーグ全体でも最下位となってしまいました。
ただここまで話を聞けばもう分かりますよね。シーズン最下位となると、なんと翌年ドラフト一巡指名権がもらえます。でドラフト前の2021年1月には、ヘッドコーチ変わっています。アーバン・マイヤーヘッドコーチが就任。彼は以前ですね、フロリダ大学とかオハイオ州立大学なんかのいわゆるカレッジフットボール、大学のフットボールでのコーチ歴が長い方でした。そして2021年ドラフトで、皆さんご存知ですね、クレムゾン大学からクォーターバックトレバー・ローレンス選手を獲得しています。まあ、まだローレンス選手もですね、1年目だったりとか、なかなかジャガーズ戦力も揃いきってない部分もあると思うんですけど、ここまでご紹介したチームの中でね、シーズン最下位になっちゃったけど一巡指名権をもらえて、そこでいい選手を活躍して、数年後に活躍してチームの状態が上向くっていうのは、もうこれ NFL あるあるですので、ローレンス選手の活躍、これから期待したいと思います。今シーズンここまでウィーク10が終わったところで2勝しかできず、でまだランクも28位なので、今シーズンに限ってはまだちょっと苦しい試合は続くと思うんですけどね。クォーターバックローレンスはじめジャガーズにはこれから期待をしたいと思います。さあそして最後4チーム目、テキサンズですね。実はですね、15年16年は地区優勝を果たしているチームなんですね。まあ、残念ながらプレーオフ初戦は敗退と、2戦目で敗退と、スーパーボールまでは進出できていません。ただ2017年になると、地区最下位になってしまって、プレーオフ進出も逃していまして、この年で GM が交代しています。またこの年からですね、クォーターバック、デション・ワトソン選手が先発クォーターバックに抜擢されています。そしてなんと2018年、地区優勝を果たしてプレーオフ進出してるんですが、残念ながら初戦で敗退をしてしまいますね。で翌2019年6月、シーズン前の段階で GM が解雇されています。ただ2019年もチームとしては引き続き好調で、なんと地区優勝を果たしていますね。プレーオフ初戦ではビルズを撃破。そして2戦目でチーフスになんと試合途中24対0とリードしていたんですが、そこからの大逆転負けをしてしまったと。そしてそのオフに、ワイドレシーバーホップキンスがカージナルスへ放出されます。翌2020年、開幕4連敗の後にヘッドコーチ兼 GM を務めていたオブライエンさんが解雇されていて、最終的にはプレーオフを逃してしまったと。日本テレビ系列の NFL クラブなんかをご覧の方は、テキサンズの近年のごたごたが、オードリーの、ね、若林さんが語ってらっしゃるので、ご存知の方も多いかもしれませんね。で、なんとですね、今シーズンここまでで実は大不調、絶不調のシーズンですね。ここまででシーズン1勝、得失点差も大きくマイナスをしていて、なんとランクはリーグ全体で31位という成績になってます。なかなか選手が揃わないとかいう以前にフロントがゴタゴタがあったんで、ちょっとテキサンズ、一時期の強さが戻るのはもしかしたら時間がかかっちゃうのかなという印象ですね。それでは AFC 南地区の4チームの過去の振り返りです。ずっとタイタンズが強くて、そこにまあテキサンズのいい時期が来たりとか、ホルツが年によって来たりとか、でジャガーズはちょっと右肩下がりになっちゃったりとか、特に去年のシーズンで言えばタイタンズ、ホルツがプレーオフに進出しているんですが、上にチームと下にチームが二極化しちゃったかなという構図ですね。今シーズンもね、ここまでジャガーズ、テキサンズが非常に苦労している中、タイタンズはすでに8勝、ホルツもね、5勝を挙げてるし、今後、クォーターバック移籍しながらもこの成績なので、まだまだ巻き返しを図れるんじゃないかなというところですね。AFC 南地区、本来はね、過去、いろんなチームが非常に調子いい時もあったんですけど、ここ、去年シーズンから続けて、去年、今年と見ると、上2つと下2つがちょっと分かれてしまったかなという印象ですね。はい、というわけでここまでは AFC 南地区の4チームを紹介してきました。ありがとうございました。